どうも、ナオチンです。さあ、今日もファイアーエンブレム無双をやっていきましょう。今日は新しいキャラクターゲットできるようになりました。いきますね。隠しキャラクターの一人ですね。キャラクターの解放で出ております。ラルヴァです。解放条件が灰色の悪魔を仲間にしてゲームをクリアするということですね。ちょっと難易度が高めとなっております。では、ゲットしてみましょう。60ポイント。なかなかポイント使うね。レベル50、ダークビショップですね。どんな感じなのか使ってみましょう。ステータス高いな。魔力が初期値で81もあります。ああ、これは強いだろうね。魔法剣装備しても、これはなかなか使えるんではないでしょうか。で、能力を見てみましょう。陰陽の法則レベル1。攻撃に闇か光を追加。おお、切り替えれるんだね。闇属性か光属性か。これはなかなか使いやすいんじゃない？で、切り替えた時に追加攻撃が発生。なるほど。で、アガルタの秘術。敵から攻撃を受けると、ダメージ量に応じて周囲の敵に小ダメージ。ああ、ダメージ反射がついてるっていうことですね。で、観測者、防衛指示を受けると敵のダメージ 30% 増加。おお、なるほど。能力なかなかすごいね。うん。専用職じゃないっていうので、ちょっとがっかりだったんだけども、能力は、強いと思います。光と闇を切り替えれるっていうの、これはね、だいぶ使えると思うんだけどね。では実際に行ってみようか。おかしいな。それでは行ってみましょうか。ちなみに魔法系は苦手です。どうしてもね、近接の方が好きなんですよね。で、おお、なかなかダメージ取れそうな気がするよ。お、初期レベル、まあまあ50だけどね、初期レベルからこの強さはなかなかいいんじゃないでしょうか。ただね、装備がひ弱なんだよね。魔導書系はね、装備レベルを全然上げてるやつがないのでひ弱なんだよね。でもまあそれにしても与えれる方じゃない？ああ、隙が多い。いいね。いいよ。お、かなり拘束してくれる。ステイ。ああ、ここまで減らせなきゃいけました。おお、いいと思う、いいと思う。あと1体かな。はい、出ておいで。あ、そうか、属性変更してみようか。今が闇属性だよね。これが光属性になるっていうことでしょ。光属性になった？なってるなってるなってる。光属性になってる。なるほど、こういう感じね。いや、ちょっと待って、速度ダウンさせられてる。あ、なるほど。チャージ攻撃の時は別の属性が出るのね。あ、通常攻撃の時が光属性になるっていうことだ。痛い痛い痛い。拘束されて。よし。オッケー。速度ダウンさせられるとつらい。でもいけるね、いける。よし、どんどん進んでいきましょう。それでは、最後ですね。3対1か。なかなか厳しくなりそうだけども、どうだろう。弱点が出てきてくれないならいいけども、多分1人弱点なんだよな。まあいいや、行きましょうか。真ん中で一気に叩くかだね。ちょっと分かりやすいところで戦った方が、3-1だったらやりやすいと思う。こっちがクロードが来たか。オッケー。
で、とりあえず位置取りをしっかりとやっていきましょう。どっちいる？あ、いたいた、エーゼルガルドもいた。よし、おお、とりあえず減る減る。待てよ、魔法で拘束して、よし、うん、まあ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 やね。属性変化、よし、もう一丁、嘘、よし、いけ、うーん、減らないね減らないね。無双を打てるときはもうどんどん打っていこう。さすがだわ、こっちの攻撃力がもうひ弱すぎて全然ダメだわ。いくぞ、おぶね、ナイス。ここで一体ぐらいは潰しておきたい。いけるか、よっしゃ、いけた。隙があるな、チャージ7はあんまり使わないようにしよう。あれ、減る減る減る、よし、いけ、2体倒した。どう、当たってねえし当たってねえ、やばい、やばいやばいやばい、高速魔法、よし、いける、これは勝てるね。あー、なかなかきつかった、最後なんかえらいダメージ食らってたな。はい、ということで今日は隠しキャララルファ使ってみました。初期値から魔力がむちゃくちゃ高いので、そこそこ火力を出すことはできます。ただ守備力がものすごく低かったので、そこはね、注意しなくてはいけないと思います。守備力は低かった。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。